こんにちは、トイズガオです。本日はこちら、GP ライドウォッチ12です。はい、このちょっと前に、見てもらいました通り大勝利です。今日はまあノーマルコンプで、あとねメッキも出ましたと。3000円でね、もう予算3000円でもう決めてましたんでね、それ以上はちょっと使えないんでね、3000円でどうかと思ったら、もうねこのノーマルコンプリートでスイサーマッハとカブトのメッキと、めちゃめちゃ運気がいいです今日は。はい、なのでまあこのねダブったのとメッキはね、まあ、僕メッキは集めていないのでまとめてひとまとめにしてあります。はい、まあ、またね何らかの時に持ち越したいと思います。はい、ということでね今回この4つありますが、まあ、開封するのはこのね兜で、兜の方をね開封していきたいと思います。でこちらねまた別で動画を出したいと思います。はい、まあ開けてねラインナップをまず見ていきたいと思います。はい、ということで GP ライドウォッチ12第12弾ですね。はい、1番ガイム極みアームズライドウォッチ、2番カブトライドウォッチ、3番スナイプシミュレーションゲーマーライドウォッチ、4番チェイサーマッハライドウォッチ、5番ガイム極みアームズライドウォッチキラキラメッキバージョン、6番カブトライドウォッチキラキラメッキバージョン、ということで、はい、この6種の中で5種出ましたね。ガイムのキラキラはまあいいでしょう。はい、ということでね、今回カブトライドウォッチですね、すでにデラックス版ではまあ発売してまして、デラックス版を買おうと思っていたんですけど、まあ GP で出るということでとりあえずは GP を買ってね音声だけ確認していきたいと思います。はい、あとねガタックの方もまた近々出るらしいですね。そちらもまた狙っていきたいと思いますね。はい、ということで、こちらがねカブトライドウォッチで、ベースが銀色でカバーが赤ですね。まあこのねカブトの赤っていうのはね CSM のカブトジェクターはねかなり綺麗な赤がね塗ってますんで、まあ塗装得意な人はねそれでまたこれをね、塗るんじゃないかなと。カブトレッドとか言いますけどもそんな色でねまた塗装するんじゃないかと思いますね。はい、では絶縁シートを抜いてライドウォッチモード、はい、横のボタンを押すと4つの音声が鳴ります。はい、ということで、4つの音声が鳴ります。はい、必殺技クロックでしたけどクロックアップは必殺技ではないですね。はい、そしてねチェンジビートルとか音声が入ってますね。でこの最初の頃に出たこのねライドウォッチ、レジェンドライダーのねライドウォッチは、なんとかのライダーはチッ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 なんとかだっていうね、このチッチッチッチが入っているデラックス版のがこのね、カブトとか、まあ、他の最初に出たライダーは、チッ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 っていうのがね、入ってますね。はい。なので、まあ、SG、GP はね、そのチッチッチッチは入ってないですけども。まあ、なのでね、やっぱ、デラックス版が欲しいところではあります。はい。では、時空ドライバーで音声確認していきたいと思います。Come on!
はい、ということで今回は GP ライドウォッチ12の排出結果とカブトライドウォッチをご紹介しました。はい、GP もね、また来週あたりあると思うんですけども、まあ今回ね、このような結果になって、またね、運が良かったかなと。まあ今回もね、横から丸見えのとこだったんで、まず横から見てね、いけるかなと思ったんですけど、まあ今回は半分ちょっとまで減ってたんですけど、すっからかになるような段階ではなかったんで、全然ガシャポンの機械のね、落ちるところのは全然見えてなくてですね、もう結構運任せでやったとこが大きいんですけどもね。まあそれでね、3000円で済んだということはまあ良かったかなと思いますね。はい。また GP も SG もまたね、あるので、入手次第レビューしていきたいと思います。あとね、そのライダーの、まあ、変身アイテムとかね、関連アイテムとかと音声の比較もできればね、合わせてやっていきたいと思います。はい。ということで、以上、トイズガオでした。ありがとうございました。 Twitter もやってますので、そちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それではまたねー。